おっしゃ、それではアイワナビザーリニアリティですね、続きをやっていきたいと思います。ハリゲーならぬ宣言、すごくね斬新で面白いです。で BGM もね、癒しのメロディーでアルファ波出てんのかな。やっててね眠くなってくるのがちょっと問題ではあるんですけれども、非常に面白いアイワナです。これ皆さんもねぜひやってみてほしい。でそこ狭いけどスッと行くんだろうな。意外といける。で実質斜め張りみたいな、ここをスッといく。うっは、素直にジャンプ入れていった方が良かったかな。よく一発でここ行ったな、さっき。あ、行った。でちゃんとジャンプ入れて、オッケー。でよくやる形、ここさえいければもうセーブ。よし、でちょびちゃん、オッケー、いった。でん、あ、この反対、ここに立って上下を越える、それだけの話。知ってた、知ってたよ。手数で押してくしかない。よし、オッケー。でまたそこに立つ、これがむずいんだよな。はい、にゃっはっはっは、縦さえすればいける。行こう、よーし。こんでこ、飛びすぎ注意の二段ジャンプ、もうちょい後ろから。うっそ、何がむずいって、上下と立つやつと、ここ行こう。そろそろやっと行ったよ。結構死にましたねここで。一回ジャンプ入れて体勢立て直しておりたいな。スッと、あ、行った。でこれ当たんないで、あ、行きますね。だから大きく、うっはは、当たんの。もうちょい大きく飛んでいいかな。やばい、このマップむずい。でこう、当たんない、当たる、当たんないね。でこの形を超えたらまっすぐ降りる。うっはは、せめて超えたかったな。問題はワープの飛び出すところ。とりあえずここまでは全然来れるから、ゴリ押す。やっといって、え、あ、なに、ボス、ボスとかいんのこれ。はい、マジでであればとりあえずこのボス戦は、あ、う、やっちゃいましょう。死にはしましたけどそんなに強そうじゃないんで、まあ、ちゃちゃっと倒せるなら倒したい。はい、しっかり避けて、やべ、ちょっと待ってよ。しっかり与えてく。はい。体力どんなもんかわかんないけど、まあ、ただ回ってるリンゴだし、そんなに強くはないと思いたい。はい。なんとか一発。ちゃんとタイミング見て、オッケー、倒した。で、こんで、え、あ、ステージ2みたいな概念あんの、マジか。でこれ上は、あ、やっぱ届かないですよね。オッケー、じゃあもうちょい進めてみますか。スッと降りて、こういうことですよね。オッケー、もうちょい頑張りましょう。ちょっとね BGM ボリュームでかいかなと思って少し下げてきました。はい、意外とここまでは来れるから、まあ、マップの大体半分までは来れてると。でこうで、この耳を二段ジャンプで越えてスッと降りる。はい、うー、当たんのそれ。いけたと思った。耳さえ越えられればいけるんですけど、
あそこ鬼門だな。はい、ほんと耳で手こずってる。ここまではもう全然いけるから行こう。よし、死ぬなよ。やっと行ったよ。で、なんか昔のパチンコみたいなマップですね。あ、でこれ開幕直後にチョビジャンじゃないとダメなんだ。はい、いよいよ難しくなってきましたね。結構死んでる、もう。で、こう、あう、あぶねえ。セカンドチャンス。オッケー、リカバリーできた。で、こう、やっといった。で、ん？あ、下ですね。あ、いった。で、ここで右上。はい、意外といける。ただこれは死ぬかもしんないですね。1段ジャンプで斜め越えて2段ジャンプ入れてそこに立つ、まあ、死んでもともと精神でいくしかない。あ、行ったよ。で左上、もうすぐセーブ。死にたくない。こっから、こっからセーブしたかった。え、マジで、ちょっと待って。反対じゃないとセーブできない。さっきのマップで結構沼った分、ここすんなり行きたいな。いける？よーし！まさかの一発で行った。で、あ、この狭いとこスッと降りる感じ？これ、これはむずいと思う。ここはもう手数で押していくしかないと思いますね。最後、ワープんとこだな。そこまでは見た目に反して難しくはない。こう。で、よし！挑戦権得た。スッと降りて飛ぶ。よーし、いった。多分めっちゃカットしてると思う、今の。相当時間食ってる。で、また、ネズミ返し。ダメだったけど、もう、ボスまで行っちゃいたいですね、ここまで来たら。ネズミがむずい。オッケー。で、一気に左側行けないかな。あ、行けますね。で、くぐってこう。もうすぐセーブなんだよな。で、頭ぶつけて大丈夫。こう、しっかり真ん中に降り立つ。こうで、よし、そんなに難しくはなかったな、ここの区画。ちょっと待って、どうやって越えりゃいいの？いやらしいな。2段ジャンプで飛び出した方がいいのかな。わかった。こう、もう一丁、こうで、はい、この辺はそんなに難しくない。一回上の段にこうで、頭ぶつけんな。オッケー、いった。で、またネズミですね。あ、意外と立てる。キャー調子乗んなきゃよかったよ。これは降りながら飛ぶ方がいいのかな。立ったら、下から、こう。はい。オッケー。で、死にたくないな、これ。やべ、危ね。で、もうちょい、もうちょい右。よし！なんか、外周になるにつれて、そんなに難しくないかもしれないです。むしろ、簡単になってきてる。この区画はそろそろいけると思いますね。もうこの辺は、大丈夫。問題は、ここ。一回ジャンプ入れよう。こう。
で、飛びすぎ注意。オッケー。で、こっからはもうセーブがないですね。とりあえず2段ジャンプで、ちょびじゃん。あー、ダメだった。こう。やっぱりね、この外周になるにつれて、簡単になってるかもしんないですね。で、こう。もう、あう。もう、ワープいけんじゃないかな。飛びすぎ注意。もういっちょ。よし、オッケー。で、あ？あ、そういう感じ？スッと降りて、真ん中でジャンプ。これはもう手数で押していく系ですかね。いけたらラッキー。いけたらラッキー。よっしゃ、いった。で、またそういう感じなの。どこでジャンプを入れるかだな。2個まではノージャンプで超えたい。いけたらラッキー。あ、いった。あ、え、こういうこと。あ、届かないの、これだと。いよいよネタ切れですかね。あ、ボスだ。じゃあこのボス戦はやっちゃいましょう。はあ、そういう感じね。これを倒してまだステージが続くのか、これで終わるのか。はい。ヘイ、当たんない。ヘイ、これはなんか与えた分だけ放ってくる感じかな、ぽいですね。はい、よく見て避ける方、しっかり。当たんない。しっかり見て、しっかり避ける。ヘイ。でもこれだったら死なないで倒せそうだな。当たんないけど。おい。オッケー、当たった。はい。これ多分ほんとノーデスでいける。はい。まだ落ちない。ほら、よし。こんでどうなるか。サンキューフォープレイングになるのか、まだ続くのか。まだ続きますね。今度線が動いてるよ。マジでそういう感じになるの。オッケー。で、あればね、今回ステージ2のボスまで倒すことができましたんで、次回ですね、ここから先を進めていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。今、頭上ギリギリだったね。こう、こう。にゃっ！また鈴鹿くんだよ。どんだけボンバーマンなんかね。お前、マリー。約束されたヒールトニガー。はい、ヒールトニガーどこ行ってんの。ここ発表しゃ。うまいよ、強いよ、かっこいいよ。はいはい、ステップ踏まないで、ステップ踏まないで。おっけ、いったー。